みんなで考えよう海のこと、海と日本プロジェクト in 鳥取。海と日本プロジェクトの海の親子寄せプロジェクト、鳥取市の鳥取大学附属中学校で開催されました。今海が抱えるさまざまな問題をより多くの人に知ってもらうことが目的です。伝える方法は落語、話し手はプロの落語家立川吉祥さんです。巧みな話術で面白く問題を投げかけます。笑ってもらって、心を開いてもらって、で授業全体が楽しくなるようにして、かつ最新情報もみんなに知ってもらおうというような流れのプロジェクトですね。とあるアニメのプロデューサーとスタッフの脚本会議。海が抱える問題を知ったプロデューサーは、このままでは世界中で魚の量がどんどん減ってしまうと話します。2050年になってこらんよ。脚本会議があって打ち上げに行く回転寿司にウィンと入る、流れてくるのは、まあ、カッパ巻きがまず来るだろう、でサーモンが来るだろう、で次はもうカッパ巻きが来るだろう、でしばらくまたカッパ巻きが来るだろう、でその後もうカッパ巻きが来るだろう、でその後カッパ巻き、カッパ巻きばかりですね。そうなんだよ。事実をただ伝え、事実として伝えられても伝わりづらかったりするんで、まあ、普段その和芸を生業にしているものとしてはやれることあるのかなと思いましたけど、はい。落語の後は環境問題についてのトークショーもありました。落語っていうの僕直接見たことはなかったんで、分かりやすくて楽しくてよかったです。私たちにでもできることはあると思ったので、これからの未来につなげていけたらなと思います。笑って、そして考えて、心に残る楽しい授業でした。海と日本。